どうも皆さん、オーディオビジュアルプレゼンターの榊はじめです。至る所で言っていることですが、何度でも繰り返して言います。私はオーディオが好きです。ホームシアターが好きです。大好きです。なんて素晴らしい趣味なんだと心から思っています。というわけで、オーディオに目覚めて以来、オーディオという趣味領域のために何かしたい、何かできるはず、何かしよう、そう思って今に至るまでいろんなことをしてきました。そして気づけば、こうしてオーディオビジュアルプレゼンターなんて名乗っているわけですが、この何かしたいという思いは何ら変わっていません。さて、皆さんご存知のように、現在新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっています。そして感染拡大防止の観点から、今年の春以降に開催予定だったオーディオのイベントはことごとく中止になってしまいました。メーカーや代理店は製品を直接紹介する場を失い、オーディオファンもまた例年の楽しみが奪われてしまったという状況です。さらに感染拡大によって各種イベントをいつ再開できるのかということも不透明なままです。このまま座して感染の収束を待つだけでは、オーディオ業界全体から今以上に熱が失われてしまうという事態は避けられません。もちろん私は座してこの状況を眺めているつもりはありません。オーディオビジュアルプレゼンターとして何かできることはないだろうか、いろいろと考えました。そして一つの打開策として企画したのが、オーディオルネサンスオンラインです。オーディオルネサンスオンラインはオンラインで開催するオーディオショーです。様々なオーディオブランドのデモンストレーション動画を特定の日時に YouTube にてイベントとしてライブ配信方式で公開します。ルネサンスは復活を意味し、まさにその願いをイベントの名称に込めています。こちらがオーディオルネサンスオンラインの開催概要です。まず開催日は2020年の11月14日、出展者多数の場合は14、15の2日間にわたって開催予定です。実施サイトは私、榊はじめの YouTube チャンネルになります。こちらがイベントの実施イメージです。タイムスケジュールに沿って各社のデモンストレーション動画をライブ配信で流していきます。各所をつないでの生配信や生出演等は基本的に行いません。個々の配信が終了したタイミングで各社の動画を一般公開し、チャンネル内で随時見られるようにします。なお、このような実施形式は IT 業界やゲーム業界で行われているオンラインイベントを参考にしました。今後のスケジュールとしては、8月28日に出展者の第1弾を発表、9月中に出展者の第2弾とイベントのタイムスケジュールの発表を予定しています。実際の音を現場で聞くという体験ができない以上、オンラインのオーディオイベントに何の意味があるのかという意見が出てくるであろうことは重々承知しています。それでも、たとえ動画という形でも伝えられるものは間違いなくあると思っています。オンラインのイベントは感染拡大のリスクを最小にしつつ実施することができ、また従来のイベントではカバーできなかった地域のオーディオファンに対しても、メーカー代理店から直接熱量の高い情報を届ける機会にもなります。コロナ禍において何もしないのか、それともできることをするのか、できることをしようと思った結果のオーディオルネサンスオンラインです。今後も情報を出していきますので、ぜひ楽しみにしていただけますと幸いです。オーディオルネサンスオンラインは2020年11月14日開催です。ご視聴ありがとうございました。